王国再建第10部、始まるよ。チャプター2からスタートです。前回見れなかったアリスの親密度報酬。ブレイジングバリアの持続ターンアップと非耐性 15% アップ。非耐性は汎用スキルでパーティー全員が装備可能。そういうおまけもつくのね。ミリは親密度0のまま。パールラティの石を持ってこないといけないみたいっすね。さて、世界情勢よと。前回アリスが触れた魔法学者サイラスの演説。シェブーの重鎮が集う場で行われた。それはいかにキンドリングが危険で研究の代価を延々述べるものであり、科学と変わらぬ魔法研究において原因なしに結果を出力するしつけは魔法を冒涜する存在。歩く癌細胞、庭の害虫だと非業種排斥せよ、駆除せよと声高に宣言。これにより学会どころかシェブー全域で命を狙われるようになり、アリスは国外へ脱出する羽目になったわけですね。怖いなぁ。ニズクリスト子、困惑するのはわかりますが、ユニティの扱いには注意と忍耐が必要です。若旦那、それらを含めてあなたは農民たちの王なのです。あら、ちょっといいかしら。私はとある私的な手紙を盗み見てしまったの。なんてひどい人間なんでしょう。どうも最近変な女とぶつかったという人が多いみたい。普段はクズの一人や二人気にしないけど、女はエルフだそうよ。エルフ、エルフがらしてるに。不思議なことだわ。あんたの砂場に突き出しする気はさらさらないけど、チェックする価値はあるんじゃない。サブクエスト、謎のエルフ発生。目撃情報のあった現場へ行ってみよう。なんてこった。日常会話からサブクエが出たりするのか。結構こまめに街を練り歩かないとの。ねえお兄ちゃん、なんでみんな私たちがここに来ることを怒るのかな。私、おじいちゃんが言ってたみたいに、みんなのために街を改善しようって気持ちはあるのに、どうして。ぶっちゃけ俺も知りたいくらいだ。イレイネちゃん、過保護に守られている説。ダンジョンに行く前に壁の家系図をチェキ。現在までに判明したご先祖様の肖像画が展示されてますね。左から借金王ウッドロー・ローレン、お人よしロバート・ローレン。ウッドローは説明からもケチョンケチョンに言われるダメ人間。果たしてこれは事実なのか嘘っぱちなのか。ロバート公はてっきりボケたじい様かと思いきや、亡霊グランパの再来と呼ばれるほどの剣王だったようですね。特に住宅や建築プロジェクトに力を入れており、多くの民が恩恵に預かったことが伺えます。今でも農民はロバート公を尊敬しているなど、ローレン家中高の祖といった感じですね。彼が行った事業が借金の積み重ねだったのか、綺麗さっぱり返済していたのか、まだわからんな。にしても亡霊グランパ、おじいちゃんどころか初代ローレンだったのか。今まで息子よと言っていたのを孫と訳していましたが、すべての子孫を息子扱いするのも納得ですね。今回解放されたのはダンジョン一つ、サブクエスト二つ。サブイベは女エルフが最後に目撃された場所と、ミリのお目当て、パルラーティ遺跡の採取場所。右側、ロードマール領地はザボール。かつて街道として栄え、今は巨大霊廟を埋め立て地。こりゃズンビーが大量発生するわけですわ。難度ハード、探索は当分先っすね。ダンジョンは南方、ワラシャサンドシーに行くとして、まずはサブイベ消化しましょ。いざビルジワッシュ。パイセンよろしくお願いします。行きに2日、帰って4日もかかるじゃないか。ちょいと右に寄せて。いざ電気前進。第15戦、人気のないオスイチでの戦い。ずっとミルクマンと言ってますが、綴りはマイルクマン。マイアラークマン、つまりカッパなのでは。ボールアウトのあれは沼地に潜むという造語なので、このステージ的にもぴったりですし。パンチ一発257ダメージ。結構強いが出る場合じゃん。グリフィスのプレゼントで2体巻き込み。左のクソデカエルは放置。まずはマイアラークマンを倒す。クソデカエルは固定放題。遠い場所に爆撃を飛ばして爆撃。オンじゃない。ゲール、また来る。The hunt continues. 一体倒して左へ。数を減らしたらクソデカエルを囲むゾーラーン。マイアラークマンパンチはスタン判定あり。おこさん決められアリス。グリフィスが一ターン行動不能。カッパ1号ラーを全滅。体力にも余裕あり。囲め囲めー。あとは全員でボコる。おとなしくガマの油になりな。ゲッタを呼んでカエルを殴り、一号にアリスでとどめ。もう一度ゲッタで殴って終わり。簡単だぜ。報酬は経験値25、パールラティの石3つ。きっとミリも喜ぶことでしょう。対戦ありがとうございました。来た道を戻り、そのままエルフの目撃された場所へ。これで計6日経過。一方その頃、
That was the last of them, I think. No more letters for the time being. Excellent. So what now, sis? Now we wait for their replies. Let's hope for the best. Honestly, I don't think we'll get much attention. If there's one thing that paupered nobles really hate to expend, it's help. You would know best. What was that? Nothing.グエンとイレイネは他の貴族の意見をもとにローレン家の全貌を明らかにすべく何百通もの公文書を送った。そして答えが返ってくるのを待つ日々が始まる。たまに鋭い毒を吐くイレイネちゃん好き。やっぱ姉妹なんやなって。対戦よろしくお願いします。Oh! Hello! Hello! Don't just stand there! Come over here! Would you give me a moment? I think I may have hit a mother load. Sure.Found something? Yes! Look! It's a rock. I know! Isn't it amazing? Looks pretty common to me. Well, sure, there are many like it, but this one is mine. The shape, the texture, the color, so subtle yet so unique. I couldn't ask for a finer friend.What fun we shall have together! I'm gonna pet him and hug him and name George! And, well, everything! So, I guess it's time to move now. Bye-bye! Wait. Aren't you forgetting about something? Huh? Well, like, us. Oh, right! I'm so sorry, guys! So, yeah! Hey, I'm Winter. Nice to meet you!Odd name for an elf. It's the one my dad gave me, and sure, we could go by Vistra, the cold-footed. But that's a bit pretentious, don't you think? Elves are kind of humorless. Right. That didn't help, did it? I'm adopted. My parents found me in the middle of nowhere, and it kind of stuck, both the name and the baby, that is. Anywho, T, perhaps a cookie or two? No, thank you. I'd actually like to know more about you.There's not much to tell. I'm a simple girl. I travel a lot, hoarding rocks and minerals. My dad was a miner, so maybe that rubbed off on me. When you said your dad was a miner? My human dad, yes. What about the other elves? They don't mind? Psh, what about them? I don't. Just because we all have pointy ears doesn't mean we have anything in common, you know. Well, aside from the Anim, that is.But it's all feelings and whispers, no biggie. If anything, it helps me find stuff better. It gets my memory sharper. Have I already offered tea? I forgot. A knack for finding resources sure sounds useful. Tell me, have you considered settling somewhere? On behalf of the city-state of Ascalia, I'd like to invite you to join us as our resource expert. Okay. What? Really? Just like that? Huh? Oh, yeah. I could use a hand while bringing my bouldery friends along.Or five bags, give or take. I'm sure Griffith will be more than happy to help. というわけで風変わりな鉱石好きのエルフ、ウィンターがアスカリアの住民に。さて世界情勢はと。キャッチ帝国、見張り番の日誌。海岸の町 C1 で見張り番をしていたドワーフの記録で、前半はずっとエルフはいないと書かれていますが、10日にノームが発生。以降2日にわたり何も見えないとぼやき。13日目にエルフ襲来、防壁を突破され、哀れ日誌の主は逝去。14日目にエルフが日誌を拾い、人生はゲーム、ドワーフたちに勝ち目のないねとしたため終了。怖いなぁ、トズマリストコ。次はエルフの国、アルフヘイムについて。これはミリが自ら北方を旅した時の回想録で、牙のような氷に覆われた噛みつき海を越えた先、トコシエの戦争を繰り広げる。エルフの国アルフヘイムとドワーフの百鬼帝国にたどり着く。それはラシチルの人なら誰もが読んだことのある物語。しかし現地を見たミリが言うにはエルフは創作に興味がない。アルフヘイムはウサギの巣穴のようなものであり、これといった建造物が一切ない。王どころか王宮すら存在を確認できず、どこでどのように生活しているのか何もわからなかったとか。超自然的な存在というより、これじゃ超原始的な存在だ。サブイベを終えてようやくワラシャ境へ、移動に4日で系統か、攻略8の帰宅に2で20日もかかるのか。
対戦よろしくお願いします。わらしゃ堺は戦闘4にイベント2や A2 の啓発マス。初日はイベント激しい砂嵐をやり過ごした一行はノームの墓を発見。砂に隠されたダンジョン荒らすしかねえよな。扉をぶち破りお邪魔すると中は特殊な作り、螺旋状にくるくると下り、壁にはライオンと戦う棒人間の絵。ノーム文化に疎い一行はそれがいかなる意味を持つのかよくわからぬまま地下へ。地下で扉を見つけ、それを開いた先には長い廊下、目を細めれば長い廊下の先にも扉が一つ、そして廊下の入り口には赤い矢印がデカデカと描かれ、一向に進めと促していた。おっかなびっくり、そーっと廊下を覗き込む K 君。廊下の壁にはよく見ると獅子の飾りがいくつもあり、口元から流れる空気がうなり声のような不気味な音を立てる。つまり廊下には何かが常に流れ込んでいる。例えば有毒ガスだ。行動するなら慎重を期すべきだろう。今度は今いる広間をチェキ。部屋を見渡すと隅に槍が置かれた棚。入り口にはカーテンをかけるロッドがあることに気づく。しかし急にバッドルートを確認したくなったのか、K 君はギミックを無視して廊下へ、ホップステップ。しまった、これは罠だ。妙な匂いに気づいた時には手遅れ、K 君は倒れた。目を覚ますとそこは墓の前。倒れた K 君を他のメンバーが廊下から引きずり出したのだ。ギミックを無視する 2% は、やめようね。再び砂嵐が吹き始めた。回復のため一行は撤退。墓はもう見つからないだろう。経験値25獲得。なんとも苦い経験点ですこと。二日目は右下の戦闘へ。その先の野営地を確保じゃい。戦いだ。全員中央に配置。いざ前期前進。第16戦、堺での戦い。敵はそのとき笑う猫とトゲゾウの2種類。何ですが。笑う猫は耳で蛇を射出。遠く離れた場所に新たな敵出現。蛇太郎は一撃150ほどと火力は控えめですが、毒を付与してくる上に3ターンほどで猫が再射出。対処が遅れると手に負えなくなるので、とにかく迅速に猫を倒す必要あり。周囲横一列に並ぶトゲゾウも面倒なやつで、右目は一発230。自身を中心に広範囲の突風を吹かせ、80ダメを与えながらランダム方向に移動させる芸達者。っていうか単純に数が多いんじゃいバカタレ。球体同時はやばいって。まずはヘビを倒して壁役を呼び出しましょう。ペッタでトゲゾウの体をパンチ。HP975 で時間を稼ぐ。ペッタの尊い犠牲は無駄にはせんぞ。集まったところに、インフェルノジェイ。一挙に3体殲滅。やりますねー。消える、逃げる。3ターン目、笑う猫が2度目のヘビ射出。にゃろう。前にでぶったりのブリティスがガブガブと噛まれる。毒ダメはシールド無視。やばいですよ。シールドはまだ300あるものの HP100。次の行動後にぶっ倒れるのでは？ブリティスが死んだ。この人でなし。消える、逃げる。成し遂げたぜ。報酬は440円と資材各種。宝箱はコンバットコンダクター。アリスの魔法伝導体。3日目、野営で休みたいところさんですが、右上の戦闘を消化。戦いだ！グリフィスの代わりにレバント教室陣、強を囲むように配置したまえ。いざ前期前進。敵はおなじみゴロツキーズですが今までと違い、ドクターン以内に倒さないと敗北の時間制限付き。せめてテント数を減らしまくるのじゃ。特にゴロツキーズはワークスタン面倒なので、レバント強のスタンなどで攻めて真っ先に対峙。片付いたぜ。報酬は482円と各種資材、経験値150はウマージだ。4日目、戻って野営で休憩タイム。大きな岩に洞窟がいくつもある、絶好の休憩スポット。ハースッキリ。ある学者がケルラの地では決して太陽が沈まぬと言っておった。珍しい日々がいろいろな答えがある。
ならば我が輩の言いたいことはわかるだろう。デッドウエストは広大だけものを探すには十分なほどに。お前は家から遠く離れておる少女よ理解できぬ。私たちケルラはトーテムを選ばない。トーテムが私たちを選び、その痕跡を追う。そうは言うがな、クマはどこを歩いてもクマであろう。木を見て森を理解することはできないだろう。探すクロークロを見つける、それが成長となる。その考えには同感だ。だがお前は我が輩の問いにまだ答えておらぬ。太陽が沈まなければ夜が来ないだろう。山猫は眠り、クロウも眠る。そうか、さっぱりわからん。わかったふり、トンチンカンな回答の三択。ここは一番下で場を和ませましょう。何を間抜けなことを言っておる。そなたは本当にその通りだ。子供の言うことは正しい。クロウの鳴き声は過去の知恵を運んでくれる。五感を研ぎ澄まし、全てを受け止め、形を整える。わかるか。もちろんそういうことだ。適当こいたらシグニーには受けが良かった模様。やったわ。5日目、右上のイベントマスへ出陣。境を進むと白い荷車を引くセールスマンに遭遇。荷車は金属パイプがいくつも生え、中にはガラスドームが。ガラスドームを触るとひんやり冷たく、中にはカラフルな球状の物体がいくつも置かれている。ノームのセールスマンはしきりに美味しいよと言うが、球状の食べ物が何なのかは教えようとしない。しゃあないな、100円出してみんなの分こうたるわ。砂漠でおそらくアイスキャンディーを食べた仲間たちは大絶賛。超クッソ激烈に甘くて冷たくて旨味味テイストフレーバー。親密ポイントがそれぞれ35アップ。しまったな、レベル上げてからじゃないと上限に引っかかりそう。6日目、残った西側探索へ乗り出すぞ。戦いだ。左側に全力集中。いざ前期前進。第18戦、砂漠の盗賊との戦い。敵は荷物を持たず軽量化した型の金に乗ったノームたち、すなわち商売を放棄したならず者。なんだその突進。僕のデータにないぞ。いくら軽量型とはいえ、そのフリーツに詰めて340ダメージは無効でしょ。2ターン目、ゴーゴーシグニー。キレー、またくる。2体に2回ずつヒットさせ、赤の重にグリフィスでとどめ。直線突進力が激烈に高い砂漠山賊ですが、亀の通常移動距離はわずかにます。なのでこちらは一塊になって移動し、敵の直線上を回避すればカッコ撃破は簡単。この手のゲームで機動力がないのは致命的だって。それ一番アーダンだから、燃やしたぜ。報酬は482円と各種資材。宝箱は前も拾った簡易戦術書。7日目、岩陰にあったオアシス発見伝。一休みじゃい。今度はレバンと京都アリスの会話だ。目玉がない割にチラチラ見てくるじゃないか。我が輩の故郷では魔術師は目上のものに聞き答えなどせん。あんたの国じゃ魔術師に発言権がないだけだろ。みんな抵抗できず死んじまった。それは何も矛盾したことではあるまい。もういい、控えの外でキモいことやってな。聞けば聞くほどロードマールは荒れな国だな。レバントをたしなめる喧嘩妖精バイ、アリスをたしなめるの三択。ここはまだ話の通じるアリスを説得。挑発、あんた私を送ってんのかい。今回ばかりは正論だな。こやつの周りでは足元に気をつけるべきだ。アリスが悪いみたいな空気になってしまったぞ。徳川くん、本当にこの方法でよろしいのでしょうか。信じてくれ、俺は案内が得意なんだ。俺を疑うのか。近くにどなたかいらっしゃいますね。あ、誰だろう。おい、ここはクリアスプリングへの道ですよね。クリアスプリング悪いが俺は知らないぞ。そうですか。まあいいや、こんなとこで倒れるわけにはいかないぞ。騎士の起きて、その17いかなる困難な敵にも立ち向かうべし。俺たちならできる。いろいろと。大丈夫なのか。はい、私たちなら大丈夫です。そのいきだりリー、一緒に乗り越えよう。砂漠で迷子になった割には君たち妙に元気だな。彼は、あの場所に覚えがあるぞ。行こうリリー。わかりました。薬効冒険の時間だ。転生したアリオスくんかな。ご存知ですか、若旦那。どうやら古代のノームは死者を砂の下の広大な墓に埋葬していたそうです。でも今はそんなことはしていないでしょう。私が推測するに墓荒らしが多すぎますからね。しかるに複雑で危険な罠も人の欲望にはかなわないということです。背の低い一族はこんなところで繁栄を称賛に値する努力だ。この砂は割れた破片のようなものだ。中身や魂がない。こんな砂で工芸品を作るにはとても優れた腕が必要。会話終了。洞窟失敗した後だとグリフィスの言はシュールですね。戦いだ。今回は4人離れた場所指定。主力のシグニーとアリスを中央へ。いざ前期前進。第19戦、トゲの狭間での戦い。トゲゾウ、遠距離猫に続き近距離猫が登場。ファラオだ。ちょうどファラオ猫は高機動効果力。おまけに HP もあるため囲まれると非常にヤバーし、蛇の無限召喚で削られたところに飛んできてズンバラリ。時間をかけるほどジリープアー。とにかく1体ずつ確実に仕留めて数を減らす。本にして王道の対策で応接。猫くん、ウーム誰も倒せず。
被害分散させるより一体だけ範囲にするか。時短終了。全員行動値アップダブル装備なので素早いっすね。あとは左側の戦力がやってくる前に右を片付けて。一撃428ダメージ。何段階剣からは想像できぬ強化力。三度くらいは正極化し、このターンでどうにかせよ。犬猫は倒せましたが、犬猫はダメみたいですね。最大攻撃が3人に分散したことでなんとか耐えたもよう。サンキュー猫。生き残ったのはこっちのもんよ。ボテクリとかせ、シグニー。またくる。切り刻んだぜ。報酬は545円と各種資源。宝箱、コンバットコンダクターはもう拾ったわ。バカ。対戦ありがとうございました。といったところで今回は終了です。次回、進展。それでは皆さん、お達者でー。